ごきげんよう、劇団小林ライトの店です。ちょっとまあ仕事のが今日緩くて散髪に行こうと思ってるんですけど、散髪行く前の髪型をちょっとこう撮っておこうかなって思ってカメラを回します。嘘です。ちょっとせっかく時間が空いたんで軽くなんか動画を撮ってアップしたいなっていうノリでやってるんですけど、普段の仕事の雰囲気こんな感じです。まあデスクツアーの動画はちょっとしたら出ると思うんで、まあそこで詳しく紹介するんですけど、今日のねメインの話題は、最近ロルバーンの動画をたくさん出して、まあ僕はロルバーン好きで仕事とかプライベートによく使ってるからっていうのはあるんですけど、これですよ。ロルバーンの動画を撮るためだけのボックスを作りました。こんな感じで、こっち側がですね、これ1個ずつミニ、M サイズ、L サイズで、これちょっと下敷きですね、なんかちょっとこれ使おうと思ってるんです。と A5 サイズ、ランドスケープ、そして XL ですね。ここら辺を1個ずつ揃えて、ちょっと思いついたなと思ったらこう取り出して、そのカスタマイズとかその活用方法とかを実験してみるためのノートっていうのをついに1個ずつ準備しちゃったんですよね。でこっちの2つが、ロルバーンプラネットの2つがあの YouTube ノートです。こっちはあの別の動画でアップしてるんですけど、こちらがその台本ノートですね。こんな感じで喋ることを書いておいて机の角に置いとくみたいな、まあ、たまにあの他の動画を見てると、あの端っこの方に小さいロルバーが載ってるのはこういうことです。で、まあ、これは普段使ってる自由帳です。ティガですよ。かっこいいな、かわいいなこれ、はいですね。まあ、今日はこのロルバーンを入れるスペースを部屋に作ったよっていうだけなんですけど、これロルバーン好きな方分かってもらえないですかね。めっちゃ良くないですか。このここに普段使ってるロルバーンが全部あるっていうのが、机のここにある感じ。いやー、作って思ったんですけど、やっぱりロルバーンってまあ買っても楽しいし触っても楽しいしなんですけど、使うと一番楽しいんで、この机にねこんな感じで、うわー、こうガシャガシャっと触るのいいですね。これ分かってくれる人いるかな。こんな感じでいろいろとロルバーンを研究して、より楽しいロルバーンライフを提案する動画を作っていくんで、これからもぜひよろしくお願いします。もしねまだチャンネル登録しないよって人は、今日をね機会にぜひよろしくお願いできませんでしょうか。チャンネル登録コメントお待ちしております。今日はこんな感じ。髪切ってきました。すっごい短くしたんで、であとかなりおでこも出して、正直ちょっと恥ずかしいんですけど、まあまだ見慣れないですけど、あとちょっとしたらこの顔の僕の動画が出てきますんで、どうかチャンネル登録外さないようにだけお願いします。以上。